今回の現場は札幌市豊平区にある農業専門学校八甲学園。農産物直売所スタッフのお昼ご飯やお弁当を覗かせていただけないかなって。学生たちの学食。今日何ですか、ご飯。簡単麺です。美味しそう。大人気ソフトクリームの製造現場まで。札幌ドーム12個分の広大な敷地を走り回ってリアル飯を探します。おはようございます。おはようございます。あ、これは育てた今日取れたやつです。すごいトゲトゲのキュウリ。シャキッとって言われてる。出会ったのは1年生の南さんと2年生のしおんさん。こちらが自由畑。自由畑？学生たちが自由に畑を使って、へえ、いろんな物を育てて。あ、自由畑で採れた野菜を朝ごはんにするんだそう。朝ごはんにプラスアルファみたいな感じ。ついていくと何やらいい匂いが。全寮制の学校、学生は3食ここで食べるんだって。炊飯器に入ったこれは何ですかね。これは牛乳です。8本牛乳、はい、牛乳温めてるんですか。あの殺菌されてない牛乳を直接持ってきて食堂で飲んでる。なんと搾りたての牛乳。運んでくるのは寝坊が多い学生の罰当番だそうで、牛乳運びのベテランはこちら1年生の響さん。これ中に牛乳入れて。すごい。これは何時なんですか、持ってくるの。朝4時とかに起きて。そうなんですね。朝からご苦労様です。そんな嘘つきキャラみたいな感じ。大丈夫。気になる学生のリアル飯は。自分で鰹節持ってきて。あ、そうなんですか。自分で前鰹節。カレーコロッケ。カレーコロッケ。学園で収穫した20種類以上の野菜が並ぶ人気の直売所。ナスが白いですね。そうそう、バター焼き、バター醤油、最高です。珍しい品種が多いけどレシピが書いてあるから初めての野菜でも買いやすい。書いているのは直売所に勤めて19年の二本松さんです。この日の一番人気はトマト。野菜を知り尽くした二本松さんのトマトを使ったリアル飯は、ズッキーニと完熟トマトを合わせてチーズ焼きしてください。トマトとズッキーニ炒めます。でトマトから水分が出るので水は何もいらなくて、コンソメと塩コショウで味付けて、はい、耐熱容器に入れてチーズに焼きます。チーズに焦げ目がつくまで焼いたら出来上がり。二本松さんはコンソメの代わりに玉ねぎスープを使うそう。青ジューシーの、はい、オニオンコンソメスープっていうのはアマゾンで買ってるんですよ。それ優れもので、そのコンソメスープ自体に味付いてるから、あ、玉ねぎの旨味が。そうそうそう、もう絶対やってみて。それ作ってるとこ見せてくれませんか。いや残念。でもさらに野菜に詳しい人を紹介してくれました。直売所の代表を務める山口さん。いろいろな品種を食べ比べてきた中で一押しは、これサクサク王子。サクサク王子、面白い名前。めっちゃうまいもん。へえ。茹でるんじゃなくて、はい、炒めるの油で。オリーブオイルと塩コショウで炒めたらさ、すげえ。
発酵学園一の野菜博士のリアル飯、うーん見てみたい。自宅はダメですか？ダメ、準備がいいから。お子さん、山口さん無理言ってすみません。お疲れ様です。さあ気を取り直して、直売所で働くパートさんのランチタイム。お弁当を見せてもらいました。うわすごい、紅生姜入りの卵焼きと、紅生姜入りの卵焼き、これが一番手がかかってるんですけど、ナスとみょうがと生姜とオーブンみじん切りにして、それをめんつゆと醤油で炊いてきた浅漬け風の、あとは腐り予防に七味でいっぱいかけてきたんですよ。七味かけたら、ほら、あったかいと傷みやすいでしょ。はい。だからそれ予防になった昔わさびとかがいいって聞いて、適当に思いながら。調べてみると、香辛料にはおかずを腐りにくくする効果があるのだそう。発酵学園といえば、1日多い時で2000個以上も売れるソフトクリームが大人気。学園内で搾乳し加工するまで一貫して生産しているんです。今この後ソフトクリームフリーザーを出してるんです。こちらが製造担当の大木さん。大木さんは牛乳使ってなんか調理はしたりするんですか、発酵学園に。何？ヨーグルトのスープ。ヨーグルトのスープ。ん？ヨーグルトのスープって一体何？発酵学園でリアル飯を探す中出会ったのは、乳製品を作る大木さん。なんとヨーグルトを使ったスープを作るそうです。スープに使います。お疲れ様です。札幌市白石区在住、公務員として働く素敵な奥様と、1歳3ヶ月の男の子との3人暮らしです。家事は夫婦で分担していて、料理は大木さんの担当。ヨーグルトのスープを作ろうと思って。ヨーグルトのスープ、はい、ブルガリアの家庭料理でタラトルというそう。ヨーグルトの本を読んでる時に、はい、出てきて。発酵学園で乳製品の製造を始めて2年目の大木さん。実はあの大人気のソフトクリーム、製造担当者が去年3月に退職し、一時販売中止になっていたんです。その後を引き継ぎソフトクリームを復活させたのが、何を隠そうこの大木さんです。あの大人気ソフトクリームの販売が再開される時間を迎えるんですが、みんなが待ち望んだ販売再開はニュースで取り上げたほどでした。うちの味を好きだって言ってくださるお客様が多いので、やっぱりその期待を裏切らないように習得するのに半年ぐらいちょっと時間をいただいて。でもそれは相当なプレッシャーだったそう。で、こう早く独り立ちしたいなって思ってたら、夢の中でも瓶詰めしてました。食には妥協しない大木さん、本場の味を再現するのに欠かせないのがこのハーブ。ディルがないとダメ。さらに刻んだくるみを入れて水で少し伸ばしたら、冷蔵庫で15分ほど冷やして完成です。直売所で買った夏野菜たっぷりの無水カレーと一緒に。どうですか？グッドグッドをいただきました。いただきます。いただきます。今頑張れる原動力って何ですか？いや、なんかすごいカッコつけて言うと、やっぱりこう美味しいねって言ってもらえるこの充足感、その言葉が
があるとやっぱ作んなきゃなとか、やりいやもっと勉強しなきゃなみたいな。愛される味を守り続ける食のプロフェッショナルに出会いました。続いて野菜作りを教える先生たちのリアル飯は、なんか内部消費、その汚いやつとか、はい、並べられないやつとか、直売所に出せない野菜を使って料理をするみたいです。それ見せてもらえませんか。広いね。いや夜でいいな。本当ですか。ありがとうございます。こんにちは。職員寮で暮らす22歳の林先生。ここで料理します。あ、部屋の中にキッチンあるんですか。あ、お邪魔します。こんな感じになってるんですか。これは企画外、就学ちょっと遅れちゃって、はい、で大きくなりすぎて爆発しちゃったんですよね。家賃はなんと4000円というワンルームで、おもむろに作り始めたのは野菜炒めです。キャンプみたいな、キャンプみたいですね。室内キャンプ145円。え、めっちゃ安い。おすすめですよ、サツドラ。味付けのポイントはたっぷりの味噌。一人暮らしじゃこの量使い切れないなと思って、で早く使い切らなきゃと思って、最近何でも味噌つけて食べます。もともと発酵学園の学生だった林先生、とにかく野菜が大好きなんだそう。美味しそう。野菜と人と関わる仕事がしたくて、卒業後はそのまま先生になりました。やっぱ学校が一番楽しいので、その学生と関わったりとか、学生かわいいですね。あ、美味しそう。と、そこへおたためるか。あっお腹を空かせた1年生太田くんがやってきました。いただきます。これ全部野菜のやつです。あ、そう、野菜買いに収穫してるやつ。うまいね。うまい、うまい、うまい。そう、こんな時間を学生たちと共有できるのが幸せなんだそうです。いや、うまいでしょ。うまい、うまいよ。林先生、どんな先生ですか。今優しいですよね。話しやすいですか。話しやすい。やっぱ年が近いから。近いっていうのもありますし。面白い、面白い。あ、面白い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 。面白い。面白い。面白い。生徒愛あふれる林先生、ご協力ありがとうございました。